ヤフオクドームは鶴岡コール。ゲームは7回です。アウトコース高めにストレートが外れました。ホークスは5点のビハインド、ランナー2人が出ています。センターへ運んでヒットになるタイムリーヒット、代打鶴岡タイムリーヒット、柳田ホームイン、1点返しました。5対1。鶴岡タイムリーヒット、センター前に運んでいます。ああいうやっぱり緩いボールをね、食らうっていうんですか、やっぱりうまいですよね、はい、この鶴岡選手ね。バットの先ではあったんですが、センター前に拾って運んでいます。さあ5対1、なおもランナーは二塁一塁、ワンアウト。代打の鶴岡、今120-50ですから ね、その数字に近づいてきました、この回までは、ね、はい、しっかり投げさせるでしょうね。そうですね。2球目ショートバウンド、ボール先行。ただこの後はホークスも打順はトップに帰ります、はい、セカンドの藤田マウンドに行って声をかけました。大前さん、はい、球数の心配はあるかと思いますが、本人にとってもですね、イニングの途中での交代というのが、はい、今までたびたびありましたので、うん、それだけは今日は絶対にしたくないんだと試合前に話をしていましたね。なるほどね。前回の登板も5回と3分の1、その前、3試合前も5回と3分の0という、6回途中で登板という試合がありました。センター前抜ける、ランナーホームに帰ってくる、2点を返しました。5対2、川島タイムリーヒット、連続タイムリー。ここは川島慶三、センター前に運んでいます。これもチェンジアップでした。ボールが高めに入ってきました、うん、そうですね、3点差でランナー2人、鶴岡、川島連続タイムリーヒット。